さて、さまざまな食品の値上げが続いていますが、何かと重宝する野菜、玉ねぎも高騰しています。天候不順などが要因で、高値はしばらく続く見込みです。宮城野区にある宮城生協の店舗です。北海道産の玉ねぎは 1.2 キロで498円。長崎産の新玉ねぎは 0.9 キロで398円と、ともに先週より100円高くなりました。去年5月の値段と比べると1.7倍から2倍です。玉ねぎの価格はどうですか？だいぶ高くなったと思います。玉ねぎ、人参、じゃがいもとかってベースで買うものなので、それが高くなってしまうと結構痛いですね。仙台市中央卸売市場によりますと、国産玉ねぎの卸値の平均は去年5月は1キロ87円でしたが、今月13日の時点では300円と、1年で3倍以上になりました。去年の猛暑で北海道産が不作だったことに加え、今年の九州の天候が不順で品薄になっていることが主な要因です。新玉ねぎに関しましてほとんど佐賀県ですとか長崎県の方から入荷しておりますので、そこの天候不順の影響でどうしても畑に入れない、収穫できないという状況になりますと、もう全体的な数量も少なくなっておりまして、さらに消費の4割を占める中国産玉ねぎの輸入がロックダウンの影響で滞っていることも国産の高値に拍車をかけています。仙台市中央卸売市場によりますと、今後静岡産や栃木産が出回りますが、梅雨が始まり全体的に出荷が安定しないため、玉ねぎの高値はしばらく続く見込みだということです。